おはようございます、やんちゃです。2023年3月21日火曜日の朝です。よいしょ。タイマー15分。はい、お願いします。プランク、よし、腕立て20回、5、6、7、8、9、10。でもでかい剣玉。はあ、きつ。タイマー2分15秒。2分15秒のタイマーを。今日の天気、晴れ、曇り。最高19度、最低11度。最低が11度なのはいいですね。はい、これ最近の最低5度とかだとね、夕方凍えちゃうからな。さて、今日の朝刊見ますか。なんか昨日も言ってたな、 UBS クレディを救済買収、ほう、世界への波及懸念、世界への波及を懸念して救済してもらえるのはいいですよね。なんか世界を人質にして俺を救えみたいな。まあそんなつもりはないんでしょうけど。あと何かな。なんか面白い。ほう。気温上昇 1.5 度超え目前、世界の気象災害損失昨年40兆円どういうこと。産業革命前から陸地の気温はすでに2度上昇、はあ、すごいな。でも確かにこれグラフで見せられると、この角度で気温が上昇し続けたらさすがにやべえなっていう気はしてきますね。次、あと何かな。なんか経済のニュースしかねえな。日本経済新聞だからしょうがないけど、ぐー、対話 AI 行政活用提言へ。ああはいはい、いいですね。なんか昨日も足立区が粗大ごみ出すルールが変わりますって言って、質問があればチャットボットへどうぞって言ってた。ぐわっ、はあ、しょしょほよいしょ。そしてけん玉、よし、やりますか。タイマー2分、よいしょ。はい、けん玉はルーチンワークですね。まず2分間もしかめをやり続ける。なんていうかすごいですね、その2のルーチンが決まってるあたり、やっぱすげえな。けん玉のなんか初段がもしかめ200回らしくて、小学生の頃だったら全然いけたな。なのでそれを基準に練習してますね。はあ、小学生の時になんかもうちょっと練習しとけばよかったなって思った。結構やってますね。日本酒だけ、日本酒だけが。トマト持ってきたから。そう、トマト。なんか小学生の頃ってもしかめ以上の技って何かやってました？世界一周、フリケンと、
世界一周とかフリケンができるのすごいですね。うん。普通に真下から振って。ああ、止め剣。止め剣と。はいはい。あんま成功率なかったじゃん、あの角に止めるやつ。ああ、はいはい、ウグイス。マジで。すごい、すごない。結構やってたんですよ。それは結構やってますね。やっぱさ、休み時間に暇で、はいはいはい。ああ、それはいいですね。ベーゴマンはめっちゃ落ちた、落ちた。落ちたから、温度が上がった。ずっと落ちてるから、あ、じゃあ一定した温度が維持に入った。よし、2分間。これでいいんじゃない？終わり。これで多分分かるけど、これで分かる。出力が安定したら収束したってことで。今日のフリケン占い行くか。よいしょ。ふう、10回フリケンをして何回成功するか。ここ、あ、1分の0。ホームライン。よし。はダメだった。2分の1。よ、あ、ダメか。3分の1。はい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 。4分の2。よいしょっと。ダメか、5分の2、6分の2、あ、惜しい、7分の2、8分の2、やべえ、9分の2、やばいやばい、10分の3、はい、すげえ酒の匂いするそうですね、よし。で、なんだっけ、今日の世界一周か。はい、よっと、よいしょ、よっしゃ、一発成功ほい、つらい。はい、というわけで今日は浅草の隅田公園で収録してますやばい、花見に来たんですけど、桜撮ります？桜、あれが多分、あれが一番最初、あとこれもまあそこそこ大事、はいはいはい、じゃあね、はい、マウエはね、あんま見ないから確かに公園にしてるんですよ、確かに。はい、酒があります、熱燗をやってます電源を持ち込んではい、はい、こんな感じですよいしょ画角を戻すのが大変だな、この辺、この辺かなよいしょ、なんか使うかなと思って、この何なんだっけ、これアグラチェア、アグラチェアを3組持ってきたんですけど、ちょっとめちゃくちゃ重かったあと、なんだろう、どうせみんながなんか酒をなんか一升瓶とかでどこすかどこすか持ってくるだろうと思ったんで、わしはソフトドリンクにしようと思ってあれを持ってきました、あのフラのホップ炭酸水、それを10本ぐらい持ってきたんですけど、ちょっと荷物が多すぎたマジで肩がぶっ壊れるかと思った、はあ、いやー、なんか 見誤りましたね、はあ、で結局つくばエクスプレスで浅草まで来たんですけど、あのつくばエクスプレスの浅草駅ってここの隅田公園の前にある東武の浅草駅と1キロ弱ぐらいあるんで、ちょっとさすがにこの距離歩くの嫌だなと思って、もうつくばエクスプレス浅草駅の目の前でタクシー捕まえて、すいません浅草駅までって言って、今ここ浅草駅ですけどって言われたけど、東武の浅草駅でお願いしますっつって、ワンメーターで、はい、移動しましたね。いや全然歩けない距離じゃないし、普段は歩いてるんですけど、なんかめちゃくちゃ荷物があるとちょっとさすがに肩がぶっ壊れそうと思ってたくりました。
ライブに行く予定です。なんかまだ満開には至らぬっていう感じですけどね。まあこんぐらいがちょうどいいですよね、多分ね。明日からめちゃくちゃ雨なんですよね、多分ね。本当あの人なんで何を考えてそれを始めたのか、多分現実的には今日やるしかないんですよね。ファストリーを伊達じゃねえなと思ったマインクラフトで怒られる。多分今日の収録はわしの声がほとんど入ってない可能性ははい、次の話題ですが、はあ、昨日本当は休みにするつもりで有給の申請してたんですけど、やんなきゃいけないことができて結局仕事してたんですけど、なんか夕方で終わらせて、でなんか映画館行って新仮面ライダー見るぞって思ってたんですけど、もう結局仕事が真夜中までかかってしまって、まあ無理でしたねでも本当にそうですね、10時ぐらい、夜10時ぐらいに今からでも行けるとこないかなと思って調べたりもしたんですけど、確かにある、確かになんかミッドナイト上映みたいなやつがなんか夜中の1時とか2時とかからその夜3時とか4時半とかまでかかって上映するやつがなんか新宿とかではなんかやってたらしくて、その気になればなんかバイクでその歌舞伎町のなんかサブナード駐車場とかにこう突っ込んで、でそこから歩きで新宿の映画館でミッドナイト上映で新仮面ライダー見て、でまた帰ってきて朝5時半とかっていうのがやろうと思えばできたと思うんですけど、まあ、今日ここに来なきゃいけないしちょっといくらなんでもいくらなんでも詰め込み無理だなと思って、はい、ちょっと諦めましたね。で今の時刻が9時10分とかなんですね。8時半ぐらいかな、ここ着いたの。だから家出たのが8時過ぎとかなんで、うん、ミッドナイト上映行ってたら多分無理でしたね。ミッドナイト上映行ってなんか朝5時とかに帰ってきてってやってたら多分今頃まだ寝てますもんねそう、なのでやるとしたらこっから今場所取りなんですよね。だからお昼とか夕方にかけて、まあ、人数が完全に集まってでわーいってやるわけですけど、今場所を含めて5人で場所取りしてる状態なんですけど、なんか人が集まってきてでもう場所取りはいいよねみたいになったら2時間抜けて見てくるのはありかもしれないこの辺りだとどこですかね。浅草だと映画館ないですよね、多分ね。UDF だとどうやってもね、自然な形にならないから。なんか銀座線で末広町とかまで行って、御徒町の映画館で見てくる、で戻ってくる。外部から情報を全部で3時間半ぐらい抜けることになるけど大丈夫そう無理か。おとなしく明日か明後日に見るしかなさそうですね。はあ、よいしょ、こんなもんかな。ちゃんといつもの感じになるようにコーヒーを入れて、そのコーヒーを入れた状態のトラベルマグを持ってきました。はあ、なんか意外と人いませんねこのなんか宴席を広げて花見ができるようになったの多分3年ぶりだと思うんですけど、そう考えるとなんか久しぶりにできるぜって言って人がなんか殺到しそうな気もするんですけど、そんなことはなかったですね。なので晴れてはいない、晴れてる。すごい曇ってます。ここはいいな。おお、なんかいいじゃん。なんか周りに全然他に人がいないのがちょっと気になりますね。うん。
もうあんまり混みすぎて場所が取れないのも嫌ですけど、周りに誰もいないのもちょっと本当にここでやっていていいのかっていう気がしてくるので。ただなんかあのカラーコーンとかで囲われててやるならここでやってねみたいになってるので、別に何だろう、後ろめたさを感じる必要はないとは思うんですけど。しかもクソ寒かったと思う。寒くないちょっとね、過去のあれが申し訳なかった。今年はね、十分幸せ。あれはちょっと申し訳なかった。とりあえずこいつを飲んでみる。これはその玉酒。なんかすごい勢いで酒があるので明日死んでそうな気がするんですけど、明日休みを取ればよかった。なんか昨日休めなかった分を明日有給にするのはありかもしれませんね。いけるいけるいける。なもんかな。玉桜はまだ飲んでない。よし終わるか。じゃあちょっと今日はこんなもんで終わるか。じゃあバイバイ。 B